ストコ購入品。今日ね、コストコ行ったらね、オイコスのね、ブルーベリー味が売ってました。タンパク質が 10g、脂肪0、92kcal です。そしてブルーベリー味。こうやって見るとね、どこがブルーベリーなのって感じなんだけど、これを混ぜていくと、見えてきた。そこの方にブルーベリーが見えてきます。でね、これびっくりしたんだけど、ブルーベリーのソースだけじゃなくて、ほんとね、ブルーベリーもね、入ってるの。わかる？こんな感じでね、ブルーベリーもね、ちゃんとね、入ってるんですよ。なので、ブルーベリーソースだけじゃなくて、ブルーベリーも味わえるヨーグルトになってます。今回はこのブルーベリーのヨーグルト、初めて見ましたので、皆さんコストコ行った際は、チェックしてみてください。